よし、今日のコンディションいい感じだ。やっぱこないだのライブから気合入ってんのかな。あ、マスキちゃんだ。ひょっとして練習中だった？邪魔してごめんね。あ、マリナさん、軽く叩いてただけなんで平気っす。店長に用ですか？うん、スタッフルームにいなかったからこっちにいるかもって思ったんだけど。ああ、今ちょっと出てるけど多分もう少しで帰ってきますよ。そっか、それなら少し待たせてもらおうかな。あ、そういえばラス、この前ダブでライブやったんだって？その時のことが結構話題になってたよ。そうなんすか。ちょうど私もあの時のライブを思い出してたところだったんですよ。あのライブ全員気合入ってたし、私も全力でやれてすげー楽しかったです。そうなんだ、きっとすごく盛り上がったんだろうね。あの時のライブでチュチュが新しいチャレンジとか言ってラスの展示ブースを作ったんすけど、ひょっとしたらその効果もあったのかも。ダブのスタッフも好評だったって言ってたし。あ、その展示の写真私も SNS で見たよ。すごく大掛かりでかっこよかった。ありがとうございます。あれどういう展示にするかメンバー全員で考えたんです。前はチュチュが一人で考えたことにみんなが乗っかるっていう感じだったんすけど、最近はチュチュの考えだけじゃなくて他のやつも意見出して話し合えてるんすよね。だから結構楽しかったな。そうだったんだ。それじゃあメンバーみんなの思いが詰まった展示だったんだね。ですね。なんか今更こう思うのは変かもしれないけど、やっぱバンドってめちゃくちゃ楽しいって思うんです。だからライブの時もちょっと欲が出ました。欲ってどんな？いつかバンド組んだらやりたいと思ってたことを実現させるってことっす。ブースに地球の模型があったんすけど、それをくす玉にしてもらってライブお疲れ大成功ってみんなの上で割ったんすよ。え、あの地球ってくす玉だったの？写真で見た時は結構大きかった気がするけど。すげーでかかったですよ。おかげで紙吹雪だらけになってチュチュが文句言ってました。でもああいう派手なことをみんなでやるのなんかいいなって思ってたんです。みんなびっくりしただろうな。でも想像しただけでも楽しそう。楽しそうか。うん、楽しかった。それにみんなも楽しそうだったな。すげー笑ってた。やっぱいいなああいうの。またラスでいろんなことやってみたいです。うんうん、私も話を聞くの楽しみにしてるね。あ、ヨシコも帰ってきたみたい。マスキちゃんとお話できて楽しかったよ。ありがとうね。はい、こっちこそ。またラスのライブにも来てください。それじゃあごゆっくり。